妙に可愛かった54のおっさん。この間旧ユーゴに旅行に行ってきたのだが、ツアーでチャーターして乗ったバスの運転手さんが、日本人絶対5分前集合しててすごい素敵とやたら絶賛してくれた。実際フリータイム終了後の集合時間の10分から5分前には確実に点呼が取れてた。ちなみに自分たちの前に乗せたのはイタリア人のツアー客だったらしく、あいつら自分勝手に動きすぎ最低とプンプン怒っている姿が妙に可愛かった。54のおっさんだったけど。女性専用車両に戸惑う外国人夫婦。通勤で使っている京浜東北線で女性専用車両の運用が始まったんだ。一昨日の朝、中年の外国人の夫婦がホームで電車から降りる人たちを待っていたんだけど、そのご夫婦が待っていたのは女性専用車両のすぐ隣の一般車両ドアの前。急に奥様の方がホームの女性専用車両のステッカーに気がついたらしく、ご主人の腕を引っ張りつつホームのステッカーを指さして何か話してた。そして奥様、急に両手でご主人を女性専用車両じゃない一般車両側に押して、あたかもあなたはそっちよという身振りをして、そのまま奥様だけは女性専用車両側へ。車内から見てたんで何を言ってたか聞き取れなかった。ご主人えって感じでこっちの車両に乗ってきてポカーンってしてました。で、自分が降りた時にステッカーを見たらウーマンオンリーって書いてあった。もう少しいい表現なかったのかなと思いました。